ダゾーン。ゴールキーパーは田川、ディフェンスは西谷、脇本、今瀬、安光。ダブルボランチは末木と河合、2列目は右から布施や高橋、芳樹、吉平、ワントップマテウス・レイリアで予想しています。ゴールキーパーはセランテス、ディフェンスは右から市原、竹内、福森、加藤哲也、ダブルボランチ山田と新井、サイドハーフ右が湯葉で左が近藤、ツートップマルクス・ビニシウスと横山夢樹で予想しています。安光は今低いところ、右サイド高いところに布施や、これが入る、中にボールを入れてヘディングでクリアしていきますが、まだ富山のボールが続く。河合がいた、マテウス・レイリアへワンタッチ、河合左足右抜けていきました。河合陽介、このこぼれたボールに市原、ここはいい形を作っています。前線に上がってきた、シュート、今治もチャンスを作っていきます。ここもコースが変わります。加藤が行って横山、横山中に入ってきた、横山また市原、湯葉がここにいて、エリアの中には3人4人と入ってきた今治、外からボールが入ってくる、コースが変わります。ビニシウス、高橋、川井から西谷、西谷かわした、中にボールを入れていく、ファーサイドだ、キーパーが出てくる、セランテス勇気のあるプレーです。吉平も飛び込んでいこうというところでした。市原、ビニシウス、やっとシュートを打つ形になりました。ビニシウス、ここはアイデア使ってリズムを変えてきました。中にボールが入る、ゴールの前だ、コンセー、いや、オフサイドです、オフサイドです。右サイド仕掛けていく、ここは中にボールが入ってきた、高橋、立ち合い待って、富山ボールのスローインです。新井、湯葉、三門が打ってくる、タイミングを変えてきました。今治はカウンター仕掛けられるか、富山はなかなか戻れない、ここはセラー、イエロー出ます。セラーは今日が復帰戦、キャプテンの帝、巻いてきた、ゴールの前だ、しっかりは打てない、味方、もう一度中へ、キーパー田川ナイスセーブだ。厳しい中、しかし残り時間はあと少し、あとどれだけプレーできるか、主審は時計を見ました。ここで長い笛、試合終了、両チームの選手が倒れ込みます。お互い得点は入りませんでしたが、しかし激しい激しいゲームでした。2024明治安田 J3 リーグ第31節カターレ富山対 FC 今治の一戦、スコアレスドローに終わっています。